ぞ。ジントニックです。主に愛知県方面での風習なんだそうですが、開店祝いに贈られたお花はお客様が自由に持って帰っていいんだそうです。お花がすぐになくなるということは、それだけ繁盛するお店だっていうことから来ているんだそうなんですが、さすがに最近では愛知県でもあまり見かけなくなっているんだとか。最近のご時世もありますし、もし持ち帰るならきちんと店主の方に確認を取った方がいいでしょうね。それではありがとうございました。